皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。アクアリストタカです。自分の動画を見に来ていただき本当に感謝してます。ありがとうございます。もしよかったら見ていってください。で、今日はね、まあ、前回も話してた通りね、水槽の立ち上げの動画になります。で、こちら今映ってるこの水槽ね、こちらはね、第一水槽として話していた水槽ですね。第一水槽はこちらのね、ここのスペースにあった水槽ですね。この水槽を、まあ、新たに立ち上げようかなと思ってます。前回まではこちらの水槽をね、立ち上げたんですけど、まあ、今回はこちらですね、こちらの水槽で立ち上げていきたいと思います。で、まあ、ちょっと軽く説明しますけど、前回ね、あちらの、ね、レッドビーシュリンプね、こちらのレッドビーシュリンプ水槽が立ち上がったばかりなのに、なんまた水槽立ち上げるのっていうのもあると思うんですが、どうしてもね、レッドビーシュリンプの場合ソイルの寿命がありまして、ね、順番的にね、まあ立ち上がったばかりなんでね、この水槽もね、まあこの水槽が、でこの水槽がダメになった時に保証っていうわけじゃないですけどね、まあこちらがね、こちらの水槽が今立ち上げる水槽がまだソイルの寿命が来てない水槽になるので、こっちに移すことができると。もしね、 あちらの水槽がまあソイルの寿命が来た時に、この今水槽立ち上げ水槽も多分ね3ヶ月はかかるので、まあ順番にねダメになっていくんで、まあその前にね準備しておくって感じですね。ゆくゆくはこの水槽をね、立ち上げたらば、また3ヶ月後にまあこいつを、こちら第二水槽と話していた水槽なんですけど、こちらをねリセットするような形になりますかね。リセットしてまた新たに立ち上げるような形になりますかね。なので今日は第一水槽として話していた水槽を立ち上げたいと思います。立ち上げ動画は何度も説明動画回してるんで、そちらもね見ていただければ大体の内容わかると思うんですが、まあ全く同じではあるんですが、まあ一応ね立ち上げ動画になるんで、まあ軽くね説明しながらやっていきたいと思います。まずね、使う道具ですね、道具を説明しますね。まずはね、底面フィルターでやるんで、底面フィルターはこちらのね網状の、これ一番下に敷いてやってますね。でそこにまあこいつがつくんですね。こんな感じでくっつけて、でこの上にソイルは乗せて、ソイルはね今回はねこちらですね、マスターソイルネクストって書いてありますね、これね。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、このソイルを下に引いてきます。でその上にこれですね、いい、これはアマゾニアソイルになりますね。これ書いてありますね、アクアソイルアマゾニア、これをマスターソイルの上に敷いていく形になりますね。まああとはこちらですね、こちらがスポンジフィルター、フィルターの役割をするんでね、これもね、底面フィルターとスポンジフィルターでやっていきます。自分はこのスタイルでやってますね。であとはこちらバクター100、これをね、マスターソイルとアマゾニアソイルの間に敷いてやってます。まあ、バクター100っていう書いてあるんで、これね青い字でね、これはまあバクターっていうぐらいだからあれですよね、バクテリアですね。バクテリアの元。で、これがね、クリアスーパーって書いてますね。これは、こちらのね、バクター100の手助けをしてくれると思った方がいいかもしれないですね。その役割をしてくれる、まあ、これも粉みたいな、これは、まあ、なんだろう、木炭みたいなやつですね。これが入ってます。はい。あとは、ですね、このバックスクリーンね。バックスクリーンと、あとはこの水槽の上の上蓋のガラス。あと、ガラスを止めておく。まあ、金具。これは別にいいですかね。上蓋を止める。乗せるやつですね。これね。乗せとくやつ。で、やっていきます。ではね、まずね、この水槽軽く洗っていきますね。洗ったらね、こちらにセットして、やっていきたいと思います。はい。今ね、水槽を洗ってきたんで、あとはセッティングになりますね。まずはね、最初にね、バックスクリーンですね。後にやるとね、ちょっと厄介なんでね。最初にこれ、くっつけちゃいます。はい、バックスクリーン、まあちょっと分かりづらいかな、これね、バックスクリーン、今黒いやつ貼ってみました。でこちらですね、これは、まあ、この角にこんな感じですね。で
これですね、これを、はい、こんな感じになりましたね。あとはこの上にソイルを敷いていきます。だいたいソイルはマスターソイルが2センチのアマゾニアソイルが1センチですね。では早速こちらね、マスターソイル入れていきます。で自分はね、こちらね、定規を使って鳴らしてますね。はい、マスターソイルね、敷き終わったら次にね、間に入れるバクター100とクリアスーパーを入れていきます。はい、こちらね、こちらがバクター100になりますね。これスプーンの中に入ってるんで、だいたいすり切れ2杯分ぐらいですかね、入れてんの。ここ2杯目ですね。はい、こちらがね、クリアスーパーですね。これ炭みたいなやつ、真っ黒いやつですね。これも2杯分ぐらい。はい、炭バクター100入れました。そしたら次にアマゾニアですね、こちらですね、こちらを入れてきます。これ1センチなんでね、ちょっとこれ気をつけて入れたいですね、ちょっとずつ。はい、こんな感じですね。まあ変わりないですかね。こんな感じです。2層になってるの分かりますかね。ちょっとね、見えにくいですが、色がね似てるんで、下が2センチで上が1センチで、だいたいこんな感じでやってみました。で次に水を入れていきますね。水は普通の水道水入れちゃってますね、自分はね。で水道水で入れるんですが、最初にね、このソイルを湿らせた方がいいんで、どうしてもね、このソイルがね浮いてきちゃうんでね、最初はねこんな感じで、なんだ、ちょっとずつこう一気にやっちゃうと、この辺はね、ソイルとかがね、まあ一応ね、これ乾燥してるんで、ちょっと浮いてきちゃったりするのがあるんでね、こんな感じで自分はね、あの一回ある程度湿らせて落ち着いてから入れるようにしてますね。はい、まあね、軽く今水入れて、こんな感じですね。本当はね、あの霧吹きとかでやった方がいいのかもしれないですけど、自分ないんでね、ちょっとずつちょっとずつ水入れてって、最初はで、このぐらいね、浅めに全部ソイルが沈んだことを確認してから一気に水入れちゃいます。こちらね、はい、今ね、水を全部入れてみましたね、タップタップまでね、こんな感じです。次にこちらですね、スポンジフィルターを入れてきます。はい、スポンジフィルターもセットしました。じゃあいよいよあとはあれですね、エアレーションですね。こちらエアレーションをしてみます。はい、こんな感じですね。ちょっとやっぱりね、濁っちゃってますけどね。で、あとは上蓋をして終わりですね。これ水弾くんでね、ブクブクでね。だから、まあ上蓋もした方がいいかな。あとまあ地震対策もありますね。地震でやっぱり水溢れちゃうんでね、蓋はした方がいいですね。蓋をして、自分はね、これ、こっちに回ってるんですけど、重しをペットボトルでやってますね。一応、地震対策で。なので、こんな感じになりました。これで、3ヶ月は立ち上がらないと思うんで、この水槽はこのまま3ヶ月放置ですね。このまま
あとはね、自分忘れないようにね、このフォスカでね、水槽に直接書いちゃってますね。後で消せるんでね、フォスカの場合。今が23年の11月の12日ですね。で、これは3ヶ月後に、まあ、隣の水槽あたり、まあ、リセットしようかなと思ってるんですけどね、こちらね。で、まあ、今日12日なんですが、この動画を流せるのは、後の話になってしまうとは思うんですが、そういうことで。こんな感じで今日は終わりたいと思います。まあ、今日はね、レッドビーシュリンプの立ち上げ動画でした。もしよかったら、グッドボタン、チャンネル登録の方は、チャンネル登録よろしくお願いします。バイチャ。はい、今日はこまりでーす。こまりはね、今日はね、こちらですね。こちらですね。はい。こちらで今日は寝てましたね。起きちゃったかな。はい、こまり。こんにちは。はい、こまりさん。今日はこちらで寝てましたね。ね、こまり。こまり。今日はね、こまりはここでくつろぎ中です。はい、こまり。はい、こまり、またねー。